皆様ご機嫌いかがでしょうか。どうもサンティです。突然ですが、私は本日より公式キャラクターで悪ふざけをするような動画は卒業し、真っ当なクッキング系 YouTuber として生まれ変わることをここに宣言いたします。そして記念すべき第2回目のお題は、え、来た！顔やるんだ！知らないよ！こんなケーキ！ということで本日のお題は新アスカチーズケーキです。なぜ今回ケーキを選択したかというと、実はもうすぐ私の誕生日だからです。例年誰も祝ってくれる人がおらず、誕生日が何もなく過ぎていくので、今年こそは自分でケーキを作って自分で祝おうと考えました。同じく誕生日が近い視聴者さんがいましたら、この動画でサンティと一緒に誕生日を祝いましょう。それではクッキングスタート。まずは牛乳 300ml を耐熱容器に入れます。耐熱容器に入れた牛乳をサイクロプスでシステム起動します。システム起動！レアチーズケーキミックスと先ほど温めた牛乳とハイジンと化した新やつをボウルに入れ、粘り気が出てくるまで混ぜ合わせます。変身！このバカ野郎！思い出せシン！お前は本当はケーキだったんだ。そんな。そして今回はレアチーズケーキの上からアイシングを行うので、ケーキ自体に相応の強度が必要なため、ケーキの弾力を上げることを狙ってここでゼラチンパウダーを投入しておきます。ファンネルを使ってタルトの型に混ぜ合わせた液体を流し込みます。あとは冷蔵庫で1時間ほど冷やせばケーキ自体は完成です。1時間経過し、チーズケーキの本体が完成いたしました。ゼラチンパウダーが予想以上に強力で弾力がすごいです。バビバシの攻撃にびくともしません。まあこれだけ弾力があれば、肝心な塗りの時に本体が崩れることがないので安心ですね。今回は前回のアスランクッキー以上に難易度が高いので、万全の装備でアイシングに挑みます。ツー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 、いかにケーキとハエ、これだけあれば足りるでしょう。紙コップを切って色の容器を作り、調色の作業に入ります。今回は肌の色とヘルメットの赤色を調色します。ヘルメットの部分は構造が複雑ですので、大部分を赤のベタ塗りにすることで簡略化を図ります。あらかた調色が完了したので、いよいよ塗りの作業に入ります。ここでサンティは天才的な発想をひらめきました。新アスカのプリントの顔が露出している部分だけ切り抜き、切り抜いた部分を消毒し、あらかじめチーズケーキ本体の上に乗せる。これで顔部分のマスキングが完成し、顔の部分を気にせずヘルメットをベタ塗りできる。これでもうカッタも同然。失敗しました。どうやらチーズケーキにゼラチンを混ぜたせいで、表面がツルツルしてしまい、アイシングが全くひっつかなくなりました。混ぜてしまったゼラチンはもうどうすることもできません。つまり、詰みました。というのは冗談で、まだ手はあります。まずは、ケーキ本体をクッキングシートの上に配置し、ケーキの底の周囲を、黒い食紅をつけた爪楊枝でなぞります。これで半下の完成です。先ほどのクッキングシートの下にプリントした新アスカを重ね、テープで固定します。この上にアイシングで新アスカの顔を描き、後でアイシングだけを剥がしてケーキに乗せるという戦法です。アイシングを剥がす際に顔面が崩壊してしまうリスクがあるので、本当はこの戦法は取りたくなかったのですが、ここまで来たら致し方ありません。まずは周りのヘルメットから着色していきます。ここからは、前回同様己の芸術的才能との勝負です。さすが、下地がクッキングシートなだけあって塗りが快適です。ヘルメットの着色が無事完了いたしました。このまま肌色も着色していきます。いい感じに着色できましたね。一旦アイシングを乾燥させるため3時間ほど放置します。さあここからがいよいよ本番。ついに顔の着色の作業に突入します。この新アスカの迫真の表情をアイシングで再現できるのか、それはサンティの芸術的才能次第。しかし今回挑戦するのは、ただのサンティではない、アスランクッキーという修羅のクッキングを乗り越えたスーパーコーディネーターのサンティだ。こんなアイシングもはや簡単すぎてどうってこと。なんて声出してやがる、ライド。だって、だって。俺は鉄火団団長、オルガイツカだぞ。コンクレンなんてことはねえ。止まるんじゃねえぞ。
その通り、完全にやっちまいました。視聴者さんもお察しの通り、作画崩壊が確定いたしました。完全に一般ボンバーマンです。ですが、まだ髪の毛と口が残っている。ちょっとここからは種割れして本気出しますね。目を閉じて、想像してみてください。今日はあなたの一年で一番大切な日、あなたの誕生日です。あなたは大切な人に手を引かれ、おしゃれなフランス料理店に入ります。豪華絢爛な料理を堪能したあなたは、幸せな時間に酔いしれます。そんな時、大切な人から目を閉じるように言われます。あなたの誕生日を祝う、賑やかなバースデーソングが聞こえてきました。大切な人はあなたの耳元で囁きます。さあ、目を開けてごらん。シンアスカケーキ、ついに完成いたしました。知らないよ、こんなケーキ。見てください、この圧倒的な重厚感と迫力を。なお、顔以外の部分は宇宙空間をイメージして、黒いアイシングの上にシュガービーズを散りばめました。一番リスクが高かった、クッキングシートからアイシングを剥がす作業も、シンアスカを完全に冷凍し、凍らせることでなんとか綺麗に剥がすことに成功しました。そのせいで少しだけ、顔に水滴がついてしまっていますが、シンアスカの迫真のシーンの汗も表現したということにしておきます。それでは早速実食していきましょう。やめろー。ここで初めて気がついたのですが、このシンアスカケーキは取り分けると、普通にケーキ屋さんで売っていてもおかしくない見た目になります。この状態だとシンアスカだとは気づかずに食べてしまいそうですね。それではいただきます。いくら綺麗に気が咲いても、人はまた、甘い。さすがにチーズケーキの素を使っただけあって、美味しいです。ただゼラチンパウダーを入れたので、ゼリーっぽい食感は好みが分かれるところかもしれません。この、この部分のアイシングシュガーが分厚く塗ってあるので、甘党にはたまらない美味しさですね。これ以上やらせるか。ゼラチンパウダーを溶かした牛乳でチーズケーキを薄めているので、見た目よりも食べた時の質量が少なめに感じます。ということで、もう先で食べます。まさか。ごちそうさまでした。残りは冷蔵庫で冷やして、食後のデザートとして食べていきます。嘘だろ。ということで本日の動画はここまでなのですが、この動画が公開されている頃には、全面登録者様が8万人を突破していると思われるので、先にお礼を言わせてください。いつもご視聴ありがとうございます。よければグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願い申し上げます。またニコニコ動画が復旧するまでは、BB 素材などの調達が不自由になるので、こういった実写動画をメインに投稿することになると思いますが、何卒ご容赦いただけますと幸いです。それでは皆様、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。かわいい。